寝転がるとこんな感じです。さっきまでのは音声聞こえてるんですかね、わかんないですけど、はい、ということで、前回の YouTube のアップから、結構日数が経ってますね。今回、新しい環境というか仕事というか悪戦苦闘はしてるんですけれども、なんか今日2倍おかしいな、しょうがないか。はい、今ですね、新しく始めた仕事、まだ状況としてはやっと研修期間が終わったっていう状態なんですね。で、期間が終わったんですけども、研修ではないんですけれども、なんて言ったらいいのかな、延長っていう状況です。一人前になってないっていうことですよね。一人前になれないんですよ。頑張ってるんですけども。はい、毎日のように怒られるというか、指導を受けるというか、とにかくミスが多くてですね、もう全く畑違いなお仕事ですね。でもいつかそれを楽しいと言えるようになれるようになるために、食いしばってます。お仕事の内容はなんですけれども、前々から、女性名解明をしている、MTF で、言うなれば、みなしの女性ということで、女性的に、生活していいですよ、生きていいですよという、ある意味法的なお墨付きを得られている状況にあるわけですから、私としてはやっぱり24時間生活するその生き様はやっぱり女性であれというふうに思うんですね。なので、ニューハーフっていう、カテゴライズされるとニューハーフなんですよね。MTF なんですね。でも GID ではないので。でも GID の診断書なんかないんですけども、それでも女性名の解明はなしているんですけどもね。ということで、ずっと今に至るまで、8年ぐらいですよね。42歳からですから、私がこうなったのは。普通の仕事っていうふうに、ちょっと区分けしますね。お話がしやすくなるために。いわゆるそのパフォーマーとか、エンターテインメント職とか、芸能職とかですね。そういうお仕事はチョイスしてないです。本当に、それ以外の、ほとんどの、生活をされてらっしゃる方、きっと一般職、普通の仕事っていうふうに言われる、お仕事をやられてる方のが多分人口的にも多いんじゃないでしょうかね。みんながみんなパフォーマーでエンターテインメントでっていうお仕事じゃないですよね、きっと。で、私は、ニューハーフですけれども、その道を選ばずに普通の仕事をずっと続けてきてるんですね。で、今回の仕事のお話をしますと、もしかしたらですね、次の YouTube 上げる頃にはごめんなさい、続けられませんでした、また新しく仕事探しますなんていう状況になってても、もうおかしくないほど、もう本当に綱渡り状態なんですね、毎日が。短期雇用
というわけではないんでしょうけど、まあ、そういったの、まあ、誓約書というか契約書というか、そういったものをもう署名捺印して、まあ、その期間はにも解雇もあり得るというような状況が延長してしまったので、業種はですね、よくテレビドラマとかでも耳にされることもあるかと思うんですけれども、法律事務所です。今働いてる働き先で法律事務所ですから、まあ、弁護士の先生いらっしゃいますよね。で、弁護士の先生お一人ではもう何本手があっても足りないぐらいに仕事量ってすごく多いんですよ。それで事務的なサポートをする人のことを、テレビドラマとかでも聞いたことあると思うんですけども、パラリーガルって言うんですね。で、まあ、それはもう 右腕、弁護士の先生の右腕に存在する方で、あ、なんか今ブーブー入ってますね、やだな。で、もう片方の左腕は今度営業アシスタントなんですね。で、事務アシスタントの方をパラリーガルという名前になるんですけれども、営業アシスタントの方はリップリーガルって言うんですね。まあ、ネットで調べてみてください。リップリーガルって入れて、そうすると、まあ、具体的に仕事 の中身というか説明があると思います。今その仕事です。はい、リップリーガル始めました。あ、なんか冷やし中華じゃないですよ。そういう感じじゃないんですけれども、リップリーガルもう全然ですから、私知らないことばっかりなんですね。まあ、今までずっと生きてる中で営業畑で接客だとか、まあ、そういったもろもろは行っている経験があるんですけれども、特にその中でも何だろう、とにかく難しいんですよ、いろいろと。それはそうですよね。でも別に将来的に弁護士になろうと思っているわけではないので、確かにヤフーかなんかの方にもよくトピックス的に出てますけども、何でしたっけ、ガソリンと電気 の合わせたやつ、名前何でしたっけ、あ、ハイブリッドですね。ハイブリッド弁護士っていう、なんかそういうフレーズね、まあ、ニューハウスさんなんでしょうかね。もうそれともすでに戸籍も全部変えられてる方なんでしょうかね、わかんない、ちょっとあんまり興味がなくて見てないんですけど、まあ、そういう道になる気は別にないんです。はい、ただ女性として、女性らしく、女性として認められてですね、普通のエンターテインメントではないお仕事でも生きてきてるんですよ、で生きていくこともできるんですよっていうことで、まあ、その模範というか示しというか、そういうところは私は常に意識していますので、なのでもしかしたら私 GID かもしれないんですけど、あえてそこに頼りません。はい、なんかね、この一般的なところじゃなくて私たち側の方の話すると、さもその診断書が免罪符のようにもう万能のなんか証明書みたいに思われがちなんですけど、だから何って話になっちゃうんで、要は女性らしい生き様でいるんですかっていうところが一番大事じゃないですか。でそれは見かけだけの問題じゃなくて、それはね、見かけだけで言ったら私みたいに全く無整形で全くの無美容でいう人がね、注射プチプチ打ちまくって、ね、いろいろ削ったりとか、なんか入れたりとか、まあ、何百万とかお金かかっちゃうんでしょうね。もしかしたら何千万かもしれませんけれども、一般生活の所得の人がそんなことできるわけがないし、で仮にやってる人と
私を比べて私のが上回るわけがないんで、言ってみれば私販売されたノーマル車ですからね。ノーマル車がカスタムチューニングしている車とどの状況でレースしても勝てるわけがないじゃないですか。で、仮に勝てちゃったらね、レースの意味ないですよね。この間電車の中で外人さんにちょっと英語で説明した時なんですけど、ノンチューニング、ノンカスタム、フルノーマルって言って、なんか伝わったかどうか分かりませんけど、ドノーマルなんですよ私。ただ女性ホルモン注射を入れてるっていうのはもうお尻にプチプチ刺すんですけど、最低月1回です。だから言ってみればガソリンタンクに入れる水抜き剤みたいなもの。たとえちょっと違うかもしれませんけど、でも入れないと私抗がんがないので、生きていけないんで、生きていくためにはどうしてもねホルモンが必要なので、その点、はい、全すっごい脱線してますね。そして今日どえらく長いですね、時間が。もうここまで長くなっちゃったら、まあ、ずっと喋ってます。はい、今日は本当に、久しぶりに上げる YouTube ですので、もう今日じっくり見てください。じっくり私の話を聞いてください。はい、そうですね、はい、今そのリップリーガルっていうお仕事をトライしてます。そしてですね、多分これまではもう月13万とか14万の本当にもうギリギリの収入しか得られない、アルバイトですよ、アルバイトです。で、今もそうなんですけども、多分びっしり週5で入ってますので、その金額からは脱却できると思います。はい、ですのでもしかしたら月1回のホルモン注射も月2回出るかなみたいな感じです。はい、かといってなんか美容にねお金かけたりするつもりも特にないので、はい、そうですね、できることであれば今誰も関心を持ってないっていうところが私逆にびっくりなんですけれども、女性名解明をできている私がどれだけの今同じ MTF でも社会の目から見てみたらですよ、戸籍が男性じゃないですか。戸籍が男性で女性の生き様の人のことを世間一般の目で見て言うと女装者っていうふうに言われますよね。否定することできないんですよね。ただ本当にでも女装だったら男性生活女性生活併用なので、併用者は絶対女性名の改名なんか許可できませんからね、ありえないんで。 100% 女性として生きてきます、また生きてますよという、やっぱりそういった経歴というか履歴というかがあって初めて土俵に乗っかりますから、改名の許可をしようかしないかって。はい、で完全に飛んでますね今日の私ね、すごいですね。どうしようかな、収集がつかないな。今日収集がつかないです。あばらと谷間です。あばらと谷間です。うーん、もうよく分かんなくなっちゃったむしろ今日のこの YouTube のこの映像の撮り方ってきっとライブ配信向けですよね。グダ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 しててそれに話がですねあっちこっちに飛びまくっちゃってよくわかんないですよね、うん、ごめんなさい。そう、生活がちょっと安定するっていうことで、はい、きっと
クビにならなければ。はい、ご心配かけてましたということをまず、そうですね、本当は一番最初に言わなきゃいけないですね。生きてますよ。なんとか新しい環境で、なんとか生きてます。はい、この私ですら、ですら、ですらですらではないですね。この私ですら、やっぱですらって聞こえますね。もう今日ダメな、ダメ。はい、ちょっとですね、ストレスというかプレッシャーで胃腸を壊した状況になった研修期間はなんとか持ちこたえられたので、女性らしく生きましょう。生きるっていうのはGO の方じゃなくてライフの方ですね。生きる、女性らしく、もう女性らしく振る舞う、立ち振る舞う。あ、なんかね、今ね、画面上ですね、お知らせが出ちゃって、今、はい、あ、温度がすごい急上昇してるらしいですね。もうやめときます。はい、じゃあ今日ここも私ですらこんなにありましたけど、あ、なんかよくわかんない。はい、ベッド初撮りでした。またね。